マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは白米が大好き、もうついつい食べ過ぎて太ってしまうなんてことないですか？そこで今回の動画では、太る白米の代わりになる食べ物がわかるんです。もしあなたが太る白米の代わりに美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいなと思っているのであれば、もうぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。白米の代わりに食べると痩せる食べ物3選についてお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ白米の代わりに食べると痩せることができるんでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、白米の代わりになる食材3選ということでお伝えします。では1つ目の項目です。なぜ白米の代わりに食べると痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイント3つあります。まず1つ目、後からご紹介する食材はあなたの腸内環境を整えてくれるものだからなんですね。もうめちゃくちゃ大事、もう絶対に痩せたい、しかも健康的で綺麗にとお考えでしたら、まずは何よりも腸内環境を整えるのが先です。これを無視していくら頑張ったって待っているのはリバウンドです。もうこれはね、あなたがお悪いのではなくって、腸内環境にデブ菌と呼ばれる悪玉菌が住み着いている方っていうのはですね、たとえ一時的にね痩せたとしても、もう絶対にリバウンドなんですよね。なぜかというと、そのデブ菌たちの大好物の餌があります。甘いものとか脂っこいものとかね、そういったものがあなたはやっぱり欲しくなってしまうからなんですね。でしたら逆です。痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが増えて、種類が豊富でね、しかも元気で、いつまでもあなたのね腸内でも気持ちいいここって暮らしてくれたら、あなたは自然と痩せる健康的なものが食べたいなってなるんですよ。あなたの食べたいなって、その味覚はあなたが決めているのではなくって、腸内細菌たちが脳に指令を出してるからなんですね。そこを知らないで頑張っても、もう本当にね努力が水の泡になりますから、ぜひそこを改善していきましょう。ということで、今回お伝えする食材というのは、あなたの腸内環境を本当にね綺麗に整えてくれるものたちなんですね。では2つ目、血糖値の急上昇も抑えてくれます。これもとっても大事です。残念ながら白米、まあ、美味しいですよね。特に新米とかめちゃくちゃ美味しいと思います。ただ太ります。残念ながら、まあ、血糖値がね急上昇する食べ物ですし、そもそも栄養がほとんどない、まあ、別名死んだ米なんて言われますよね。栄養がないわけです。でも糖質は高い、もう太る元しかないみたいな、そんなのやっぱりいっぱい食べてもね太りますし負担です。そのためにはね、やっぱり血糖値の急上昇をこう食べても抑えてくれるものを選ぶと、その急上昇してる時に脂肪っていっぱい溜め込むわけですから、そこをぐっと抑えてもらうことをしましょうねっていうことです。3つ目、食物繊維がたっぷり取れます。もうこれ絶対おすすめ。なぜかというと、食物繊維が足りてないとですね、食欲が収まらないんですよ、そもそも、なのでしっかりと食べながら食欲が落ち着くようになるためには、やっぱりこう食物繊維、まあ、タンパク質もそうですけどね、しっかり食べないとダメなわけですよね。その時にめちゃくちゃ役に立つのが、後からお伝えするおすすめ食材3選になります。では2つ目の項目です。ここからは白米の代わりになるおすすめの食材3選ということでお伝えしますね。まず白米よりも1つ目は玄米、これめちゃくちゃおすすめ。私も毎日朝ごはんは玄米食べます。もう本当美味しいんですね。で、玄米はもうとにかく腸内環境をめちゃくちゃ整えてくれる優れものになります。なぜかというと、食物繊維がたっぷりですし、またビタミンやミネラルが白米と比べても断然違うんですね。こういったビタミン、ミネラル、栄養がないと太っちゃうんですよ、逆に。しっかり食べた方がいいわけですね。その時にやっぱり痩せるための痩せるホルモンってあります。そのホルモンを作るための材料がやはりこういったものになるわけですから、しっかりと食べていきましょう。そしてね、低 GI 食品です。まあ、簡単に言うと、先ほど項目1でお伝えした血糖値の急上昇を抑えてくれる、急上昇しない食べ物ということになります。
で食物繊維がたっぷりだからもうなんかすっきりデトックス、代謝も上がってもう本当にねますます余計なものを体が一回出す、そしていいものがやっと入る、こういった循環を作るためにも玄米とってもおすすめです。ただし玄米ってですねちょっと消化に負担がかかるんですね。ですから柔らかめに炊いていただくとか、しっかりと浸水時間を入れるとかね、で100回噛みましょう。もう玄米は100回噛み、これぐらいしないとやっぱり負担がかかりますし、よく噛むことでめちゃくちゃお腹いっぱいにすぐなりますから、もう一石二鳥も三鳥もあるので、ぜひよくよく噛んだ玄米ご飯食べていきましょう。ではおすすめ食材2つ目はオートミールです。でオートミールって何って、それはオーツ麦のことなんですよね。でオートミールもあのロールドタイプとかロールドオーツか、あとクイックオーツとか、そういったねこう細かく砕いてるタイプとか、そう麦がそのまま残ったね結構歯ごたえがあるタイプ、もうそれはねお好みでいいと思うんですね。食べやすい方で OK で、ポイントは、まあ、玄米もそうですけども無農薬オーガニック栽培、これがおすすめになります。でオートミール、まあ、イコールオーツ麦なんですけども、もうこれもね玄米と一緒、もう腸内環境がすごく整う。なぜかというと食物繊維がすごく豊富ですし、玄米と同じように低 GI 食品なんですね。血糖値が急上昇しないですよ、白米と比べて。そしてタンパク質が豊富、ビタミン、ミネラル、そしてもう何といっても白米よりも低カロリーという、これいいですよね。例えば玄米ちょっと苦手ですとか、わざわざ自分の分だけ炊くの面倒とかね、そういった家庭環境の方は代わりにオートミール使ってもいいと思うんですね。まあ、玄米と似たような感覚でおじやにしたりとかおかゆとかできますし、オートミールがすごいところは結構ねこうスイーツ感覚でも食べれちゃうんですよね。で私はどうしてるかっていうと、あの無調整豆乳、国産大豆でできた無添加の豆乳を浸しておくんですよね、オートミール。そして一晩冷蔵庫で置いて翌朝温めます。でそこにねあの蜂蜜と、まあ、バナナとかベリー系とかシナモンをかけたり、ちょっとこうスイーツ感覚で食べる時もあるんですね。めちゃくちゃおすすめで、詳しいレシピはこの YouTube チャンネル内で私がたくさんねレシピ出してますから、オートミールもチェックしてみてくださいね。では最後3つ目はカリフラワーライスになります。何それってね、ご存じない方はですね、私は見かけたのはあのイオングループさんのトップバリューの冷凍食品コーナーに行きますと、野菜のねカリフラワーをもうまさにお米さながらにこう砕いたですね、こんなちっちゃなつぶつぶになった状態で、しかもカリフラワーライスって書いて売ってました。それをねあの時々食べたりもします。で なかなかいけるんですよね。もちろんこうお米と思って食べたら全然違うんですけど もうそのイメージでお茶碗にカリフラワーライスを入れてレンチンしたらねなかなかいけますよ。でそのカリフラワーライスがなぜいいかっていうと、やっぱりこれも食物繊維が豊富で代謝がアップするビタミンがいっぱい入ってるのがカリフラワーライスなんですね。ビタミン B1、2、6 ということで、食べたものを燃やす力、代謝をアップさせる力があるのでおすすめです。でむくみ改善効果もあります。カリウムもねカリフラワー入ってるんですよね、おすすめで。なんといってもいろんなお野菜ある中でもやっぱりこのカリフラワーっていうのは糖質が低いんです。お野菜だからといってね何でも食べていいわけじゃないですね。まあいいんですけども、ポイントは糖質ね。糖質がたくさん入っている甘めの味がする野菜は太りますよ、食べ過ぎると。いくら野菜でも糖質ですから。なのでカリフラワーライスを召し上がっていただきますと、その糖質量も抑えることができるし、もうなんといっても低カロリー、めちゃくちゃ食物繊維が取れて代謝を上げてくれるビタミン系がいっぱい入っているので、もうぜひ。私が見つけたのは冷凍タイプのカリフラワーライスだったんですけども、お近くのスーパーでもチェックしてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、白米はね、まあ、美味しいけれども栄養がありませんし、糖質の塊なのでね太るわけです。そういったものをガツガツ食べてしまうと太ります。ではどうしたらよいか、何か代わりになるもの言いますよね。その時に今お伝えしたおすすめ3選を上手に、日替わりでもいいですし、ご自分に合ったこれだったら続けられますということでもいいです。ご自分のお体と
声を聞きながらね、今日はこれ食べてみようかなっていう形で楽しく美味しく続けてみてくださいね。でまた YouTube 内のコメントもいただけると本当に嬉しいです。皆様からのコメントお待ちしています。そしていいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても励みになります。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。